12月23日金曜日の天気をお伝えします。今日は冬型の気圧配置となり、強い寒気が南下してきています。日本海側の地域を中心として雨や雪の降りやすいお天気です。北海道では雪ではなく雨の降るところもあります。積雪エリアでは路面状況の悪化に注意です。また東北から北陸にかけては大雪による積雪の急増、吹雪による視界不良に警戒してください。西日本では日本海側のみならず太平洋側の地域でも雪の降るところがあります。積雪するところもありそうです。歩行の際はお気をつけください。一方、関東やそして東海など太平洋側の地域では晴れて日差しが届きます。全国的に厳しい寒さです。5度前後までしか気温の上がらないところも多くありますので、服装でうまく調節を行いましょう。また全国的に強風にも注意が必要となりそうです。ウェザーニュースのアプリからは最新のお天気について確認できます。チェックしてください。